こんにちは。サイバーリンクの馬場則孝と申します。こちらのセッションでは FaceMe AI 顔認証エンジンの特徴と他社製品比較での優位性をご紹介していきたいと思います。まず最初に今回のテーマである FaceMe のご紹介です。 FaceMe とは PC、モバイル向けにパワー DVD などマルチメディアソフトウェアを展開しておりますサイバーリンク株式会社が開発・提供を行っている組み込み向けの AI 顔認証ソフトウェア開発キット SDK となっております。こちらの FaceMe を使用しますとモバイル、組み込み、IoT、サーバー、クラウドなどすでに皆様がお持ちのサービスやソフトウェア、ハードウェア製品などへ顔認証機能を追加することが可能となります。FaceMe AI 顔認証エンジンの特徴ですが、まず一つ目として世界最高水準の顔認証システムを開発キットとしてご提供させていただいているということ。この開発キットを使用すればシステムインテグレーターさんが要求するような様々なシナリオやプラットフォーム、このようなシチュエーションにケースバイケースで対応が可能であるということ、インターネットなど外部に接続しないオンプレミス環境での構築や、場合によってはエッジ側でスタンドアローン動作で使用するようなシステムを構築することが可能です。次に2つ目としてスピード、精度、角度に優れた使いやすく実用性の高い顔認証エンジンであるということ。世界トップクラスの顔認証スピードと精度を両立しており、最大60度までの横顔を使用して顔認証することが可能です。GPU、VPU などのアクセラレーションに最適化されており、ハードウェアの性能を最大限に引き出すことが可能な AI エンジンとなっております。最後に3つ目として、顔認証と組み合わせ、なりすまし防止を実現する高セキュリティなバイオメトリックス認証、いわゆる生体認証にも対応が可能であるということ。具体的には、3D カメラの3次元深度情報を使用した 3D 顔認証や通常のカメラ映像から人間らしさをスコアリングして生体認証を行う機能を実現することが可能となっております。さて FaceMe の顔認証が具体的に高精度であるという点をお伝えする上で、顔認証エンジンの性能を客観的かつ公平に評価することが可能な NIST のテスト結果をご紹介いたします。NIST 米国標準技術研究所の FVRT1 対1テストとは、 FBI の用意した映像、具体的には空港や入管セキュリティ画像を使用して実際のさまざまなシチュエーションを想定した顔認証を行うテストで、現在約140社を超える顔認証を開発する主要ベンダーが各社の技術を競う場所となっています。このテストにおいてビザと呼ばれる積極認証、ワイルドと呼ばれる非積極認証、ボーダーと呼ばれる証明書などを使用した認証など、すべてのカテゴリーにおいて FaceMe は本人認識率 99% 前後という非常に高精度な記録を残しています。次に顔認証となりすまし防止と呼ばれる生体認証を同一のパッケージとして提供している点もユニークな特徴となっております。一般的な 2D カメラの映像による生体認証の手段として、インタラクションという指示に正しく対応できるかというものを判定する手法と、ノンインタラクションという指示を出さずに人間らしさをスコアリングする方法を提供しています。また特殊な 3D 深度カメラを使用した生体認証もサポートしており、深度情報を使用した検知によって写真やスマホ、タブレットなどを使用した 2D フェイクを検出することが可能となります。いずれの技術も単体では全てのケースをカバーすることは難しいのですが、 FaceMe では顔認証と複数の生体認証技術を組み合わせることによってより高度な生体認証を実現することが可能となっております。さて実際に弊社の FaceMe を活用していただけるシーンですが、大きく分けて3つのシチュエーションで使用していただくことが可能となっております。サーバー、ワークステーションなど大規模向けの利用シーンとしましては、大型施設向け監視やゲートコントロール、社内サーバー、クラウドサーバー上での動作など
オンラインでも使用することが可能です。次に PC クライアントや組み込みデバイスなど中規模向けの利用シーンとして、小規模店舗の監視や自動販売機、POS、サイネージ端末への組み込み、少し変わったところではロボットなどのコミュニケーション用のインターフェースとして実装することが可能です。最後に省電力なエッジ AI デバイスや IoT、スマホアプリなど小規模向けの利用シーンとして、スマートカメラ、スマートロックなど AI 向け IoT デバイスに組み込んでいただいたり、スマホ向けのアプリの開発、各種スマートデバイス上で顔認証を行っていただくことが可能です。このように実際のシーンやシチュエーションに合わせて大規模から小規模まで様々なシチュエーションに対応することが可能となっています。先ほど説明させていただきました3つの活用シーンですが、それぞれのシーンにおいて使用するデバイス、ハードウェア環境、顔認証を行うシチュエーションは大きく異なります。大規模なサーバーと IoT デバイスでは当然ながら処理能力、消費電力、使用 OS など全ての面で大きな差がありますが、各種のデバイスやシチュエーションに合わせ最適化されたパフォーマンスで FaceMe を実行することが可能です。また各環境で同じエンジンを使用することによって異なるプラットフォーム間で相互にデータをやり取りすることが可能となります。このように FaceMe は全てのシチュエーションにおいて使用していただける非常に汎用性の高い顔認証エンジンであるということがご理解いただけると思います。それではFaceMeの優位性について他社製品比較でご説明したいと思います。NIST に関しては先ほども説明させていただきましたが、毎回130歳以上が参加している事実上の業界標準テストで、 FaceMeは2019年の4月の初参加以降常に業界最高水準の成績を更新し続けております。最新の2020年3月での認証制度は、現在空港施設やホテル、商業施設等で使用されている国内の大手ベンダーと比較しても同等かそれ以上の成績を収めています。こちらの表では積極認証であるビザ、非積極認証であるワイルド、これらの他社との比較を表示しておりますが、 A 社は国内の最大手ベンダーですが、こちらの1対1というテストに関しては不参加となっております。 B 社は監視カメラやセキュリティなど国内で非常に大きなマーケットを持っている会社となっております。 C 社は研究所などを持つ日本の大手企業で、古くから A 社のライバルとして顔認証を開発しております。 D 社も日本の大手企業でインフラや ICT などのソリューションを手掛けている会社です。 E 社も顔認証としては非常に古く、特徴的なホテルなどで顔認証システムを提供している会社です。これらの日本のベンダーと比較していただいた場合においても、 FaceMe は積極認証で 98.95%、 非積極認証で 97.17% と非常に高性能な成績を収めており、日本のトップベンダーとほぼ同等の性能、もしくはそれ以上の性能を持っていることをご確認いただけるかと思います。次に顔認証の有効範囲についてですが、実際の顔認証の用途においては IP カメラの映像など対象者がカメラを意識することのない非積極認証、ワイルドでのシチュエーションにおいて高い顔認証の精度が求められます。 FaceMe は主要ベンダーと比較して認証角度の広い実用性の高いエンジンとなっております。具体的な数値、角度に関してですが、 FaceMe は左右の認識範囲の最大値が60度、上下の認識範囲の最大値が50度と他社と比較して非常に広い認識精度を実現しております。次に成りすまし防止、生体認証機能についてですが、顔認証ゲートやマンションのエントランス、無人店舗、ウェブやアプリでの決済などにおいて、スマホ、タブレット、写真などを使った成りすましアタックの検出が可能なセキュリティ機能を SDK として提供することによって、EKYC 用途のアプリケーション構築や警備や店員による常時監視が不要となるソリューションを構築することが可能となっています。こちらの表では 2D カメラ、
3D カメラでのなりすまし防止、ウェブサイトやアプリでのなりすまし防止、ウェブサイトやアプリでの EKYC 生体認証を項目として挙げておりますが、FaceMe はこれらの項目をすべて顔認証 SDK の中で実現しています。例えば 2D カメラを使用したなりすまし防止機能ですが、実際の映像から人間らしさを判断して判定することが可能です。フェイクの判定としては、写真を使用したアタックの検出、スマホやタブレットを使用した写真アタックの検出、さらにはタブレット動画を使用したアタックの検出も可能です。また 3D カメラを使用したなりすまし防止機能ではリアルタイムで結果を取得することが可能です。 EKYC 用途などの場合では口を開ける、目をつぶる、右に向くなどインタラクションの判定も可能となります。他社製品比較においては唯一 A 社さんが EKYC 生体認証向けのソリューションをオプションとして提供しています。次に FaceMe の特徴として年齢変化による顔認証に関してご説明させていただきたいと思います。 FaceMe の顔認証システムでは成長・加齢による顔の特徴点変化を考慮した検出を行いまして、年齢変化なる画像を使用した場合でも本人確認向けの顔認証を行うことが可能となっております。具体的には運転免許や ID カード、パスポートを使用した本人確認用途での顔認証、 NIST におけるビザボーダーというシチュエーションにおいて EKYC や空港入管などを想定した10年以上も古い証明写真と内部のウェブカメラ映像を使用して1対1マッチングを行う比較テストにおいても高精度で本人を確認することが可能となっております。次に監視システムへの最適化とそれに伴うハードウェアコストの削減についてご説明させていただきます。商業施設やビルシステム監視など多数の IP カメラが設置されている環境に AI 顔認証システムを導入するケースにおいては、最大のコスト要因は顔認証システムハードウェア1台あたりでカメラを何台まで常時監視することが可能かという点となります。 FaceMe は GPU への高度な最適化によって NVIDIA GeForce RTX2080TiGPU1 枚につき20台以上の IP カメラを 10fps 以上のフレームレートで常時監視実行することが可能となっています。さらにマルチ GPU の構成においては最大76台の IP カメラをたった1台のハードウェアで解析が可能となります。これによって従来のシステムより大幅なハードウェアコストの削減が可能となります。具体的に1台のワークステーションで制御可能な最大 IP カメラ数を表示しておりますが、 FaceMe が GPU4 枚構成で最大76台監視可能な点に対して A 社のソリューションでは8台まで、 B 社のソリューションでは10台までと別次元のパフォーマンスを実現していることをご理解いただけるかと思います。こちらでは機能比較表をまとめさせていただいております。 FaceMe の SDK は Windows、Linux、Intel 版、Linux ARM 版、Android、iOS、サーバー版など非常に充実したプラットフォームでの提供を進めていることをご理解いただけるかと思います。また SDK 内でなりすまし防止機能やカメラ制御モジュール、 GPU の最適化など他社と比較して非常に大きなアドバンテージがあるということをご理解いただけるかと思います。先ほどの機能比較表でもプラットフォームについてコメントさせていただきましたが、 FaceMe は Edge IoT からクラウドサーバーまで柔軟な対応が可能な SDK となっており、速度、精度、GPU、CPU 処理などフレキシブルに設定することが可能となっております。そして様々なハードウェア構成においてリソースに合わせた動作が可能で、 Edge IoT からクラウドサーバーまで対応することが可能です。大規模のサーバー運用から
サイネージや低電力な IoT デバイスなど多様なハードウェア要求を満たすために、 OpenV の TensorRT、CUDA、JetSON、ARM など各種の OS プラットフォーム上でアクセラレーションを有効にすることが可能で、ディープラーニングの AI アルゴリズムを様々な環境で動作することが可能となっております。最後にまとめですが、 FaceMe は高認識精度と安全性を実現しており、IoT からクラウドまで汎用性と高いパフォーマンスを実現しているクロスプラットフォームな開発環境を持つ SDK であるということがご理解いただけたかと思います。この高性能な SDK を利用してお客様のソリューションに顔認証を追加して新しい付加価値を実現するお手伝いをさせていただければと考えております。プレゼンテーションは以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。